おはようございます。今日はなんとルネちゃんの4歳のお誕生日です。3月31日、ついにルネちゃんも4歳になった。ということで今日はね、ルネちゃんが誕生日なので、モデルとカメラマン、ルネちゃんがお誕生日なので、今日は一日ルネちゃんの言いなり生活をします。ルネちゃんがどこどこ行きたいって言ったらそこ行くし、何々食べたいって言ったらそこ食べるし、ってことで、実はね、今日朝もう早速おばあちゃんの家行きたいってことで早速家に来ました。そしたらもう撮影会が始まってる。めちゃくちゃ女子なんだけど、ルネちゃんのポーズがさ、めちゃくちゃいろんな種類がある。今日はルネちゃんが誕生日だから、ルネがここ行きたいって言ったら行かないといけないゲームしたの。だルネがずっとおきままんちいたいって言ったらおきままんちいるし、ケーキ食べたいって言ったらケーキ買いに行くし、ルイが誘導してんだけど、ルネがケーキ食べるよねみたいな。かわいい。じゃあルネちゃん、まず最初どこ行きたい？パパケーキ、ケーキ屋さんの行きたい。ケーキ屋さん行きたい、やっぱり。それからさ、パパとママでケーキ買ってこいか。ね、それまでじゃあ待ってれば。これとか綺麗だよ。いや、ルネめっちゃお花の綺麗さとかさ、わかるんだね。ルネってさ、よく後ろの髪がさ、絡まるの。うん、絡まってるね。そこをさ、この前無理だったから切ったらさ、見て、うん、ここだけ一本短い。じゃあケーキを買ってきます、お嬢様。めっちゃ茶色だね、うん、そうだよ。見て、でもルイ黒くなってきた。でも茶色だね。ルネが結構茶色。ねえ、何ケーキがいいの？ショートケーキでしょ。あ、いちこのケーキ。なんかいちこが乗ってるケーキじゃね。Okay、姉ちゃんの髪の毛完成したけど止めてないから、やばい、ほどけちゃう。止めてないからルネ、あー、ほどける。何もなくこの先っぽも何もやってないから、だん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 ほどけてくる。ジョマナ、マナちゃんかわいい。かわいいでしょ、このこれパーポーだね。パーポー、パーポーかわいいでしょ。おパーポー、それちょっと買おうかな。マイクの水、おしゃれな入れ物だね。おしゃれだね、ここ。こういう引き出しってなんか入ってるのかな。あ、これが売り物なんだ。え、めっちゃいいじゃん、これ。買ってきたよ。1個目買ったぜ。先ご飯食べてからケーキだよね。そう。ルネちゃんにちょっと、どうする、なかったっつって。ケーキだ。うん。ケーキ。100円。安っ。ケーキなかった、ごめんねって言ってご飯食べた後にハッピーバースデーみたいになる。いいね。しかもさ、ケーキなかったって言ったらさ、ルネはどんな反応するの？確かにそれを見たいな。じゃあ行きます。あっち行こう。ケーキが買ってきた。ケーキがね、なかった。ケーキなかったね。でもご飯はあったから先ご飯食べようか。先ご飯食べてケーキ買おう。ケーキあるかな。うん、なかったね。うん、なかった。じゃあさあ、じゃあ次は何したい？ケーキがなかったら何がしたい？ケーキがなかったら作る。あ、作る。うん、よかった。作る、いけ。作る、いけ。でもやる気満々じゃん。一個も作るわけ。ジョマナ、写真撮るんだよ。じゃあ喋って、みんなに。みんなに、ね、これどっから見てんの？これどっから見てんの？カメラ。カメラどっから？この辺から。じゃあみんなで、パーティー来やだよ。ね、写真。なんかみんなに喋って。みんなでは、みんなでは、
あっち行こう。はい、じゃあ続いてルネちゃんどこ行きたいですか。なんか可愛いペンちゃんから行きたい。はい、あ、いろんなものじゃ見てみたい。じゃあ行きたい。じゃあお店行く。行く。オッケー、じゃあ今からお店行きます。見せて。これ行かないとダメだね。これに入れろ。この中に入れる。ケーキのやつだね。めちゃくちゃ楽しそうなんだけど。いいね、ルネちゃん、お買い物。でかい口。本当だ。イエーイ、バッグかわいいね。ママからもらった。本当？どこにもらったんだろうね。さっきお店で買った袋だよ。いやいや、買ったんだよ。ジョマナ。次、ルネちゃんのお洋服です。かわいい。上だよ、上。これかわいい。はや、ここさ、ずっと昔ルイがさ、なんかサングラスやって歩いてたよね、レジの前で。毎回同じの選ぶ。あ？え、笑って。うーん、一緒じゃん。うーん、あっち行こう。これやる。オッケー、やるやっち。いけ。帰ってきました。たらーん、色が変えるんだよ、見てて。それどう。ほんとだ、見てるね。じゃあほら、ルネのハッピーアンセンなの。今日何買いましたか。これ一緒。ほんとだ、一緒。これと帽子です。かぶってみて。おさがち。あ、かわいい。いいね。ほら、かわいい。そんなの買ってたの。スカートですか、それは。うん、いいね。ルネもこんな感じでみんなに教えるんだろうな。これルネの。かわいいでしょ。かわいい。ハンターじゃない。これです。イエーイ。ラブって書いてある。ラブって書いてある。ルイのです。ルイくんの。いい。ルイのだけめっちゃすぐ終わらせるぞ。これ。それ誰の。ルイ。あ、サヤ。サヤ。サヤ。かわいい。それも買ったの。もう一個の黒いやつは。これあります。いや、かわいいね。てかもうルネさ、プレゼント服がいいってさ、女子だね。これなんだ。おもちゃとかじゃないんだ。これなんだ。
洋服です。洋服ね。これ、かわいいね。かわいいね。どれが一番気に入った？これ。これ。それが気に入った？うん。かわいいでしょ、はい、こんな感じでルネちゃんのショッピング、誕生日ショッピングしてきました。指輪それも買ったじゃん。指輪見せて。かわいい。もっといっぱいあったじゃん。もっといっぱいあるです。あ、持ってくる。これです。かわいい。かわいい。それも？これハートかわいい。ハートかわいいね。これも？それ指輪？めっちゃいいじゃん。全部指輪だよ。全部指輪なんだ。うん。毎日違うのつけんの？これとか。うん。次何したい？うん、ケーキ食べたい。ケーキ食べたい？うん。オッケー、じゃあちょっと待ってね。あっち行こう。せーの。ハッピーバースデー to you。ハッピーバースデー to you。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amedeto. OK, じゃあルネちゃんフーってやって。して。もっともっと。顔。もっと。もっと。もっと。ルネちゃんちょっと手伝ってあげる。あ、もっと。おめでとう。いちごのケーキはちょっとね、大きいのが今日はなかったから、こっちのチョコレートといちごを買いました。あ、いちご。いちごいい？ルイ入れるにほっぺちゃん。違う。ルイがルネのほっぺにちゅ。吹くな。もう一回。はい、よ、ありがとう。かわいい、かわいい、もう。え、めっちゃいいじゃん。ねえ。食べて。それハンバーガーじゃないから待って。フォーク持ってくるから。ねえ、ハンバーガーみたいに撮ったね、今。いちごあるじゃん。人のいちご食おうとしてあるです。うるせえ。それね、これがあるです。この金のキラキラのやつがあるです。おいしい？すごい顔で食うね。とんでもない顔で食ってね。うん、おいしい。あ、この人が食べる。ちょっと待って。ルネちゃんが欲しいって言ったケーキ買ってきたよ。最高、本当はね、こんな時期だから行けなかったけど、ディズニーとかさ、ね、行きたかったよ。はい、というわけで今日はルネちゃんの言いなり一日生活でしたが、ルネちゃんどうだった？楽しかった。本当？よかったね、お洋服もなんかいっぱい選んで。ってことで4歳になったルネちゃんで、ついこの前5歳になったルイくんを、そして24歳になったマナちゃん、そして次は僕。ってか、みんな立て続けに誕生日だね。今さら？パパだ、落ちてきました。次、3、4で。次は僕の24歳の誕生日。ってことでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。